4月も山崎美のエミちゃんチャンネル。ラジオネームひょっとこハム太郎さん、エミさんはじめまして。この間うちに女の子のハムスターがやってきたんですが、ぜひエミさんに名前をつけていただきたいです。個性的な可愛い名前をお願いします。リクエストはお任せでお願いします。考えた中で一番画数が大吉の全部カタカナでハムコです。これはなぜかというと六角なんですね。この六角という画数が運がいい大吉数なんです。画数が6の名前はチャンスに恵まれやすい、優秀な人材、政財界とのつながりなど繁栄に役立つ、もともと活発な運気を持っているので相手のマイナス面をカバーして盛り立てていく力もあるって書いてるよ。6の画数の名前だとね、会社名になっちゃうんですけど、ヤマハとかセガとか他にもいろいろ考えたんです。ハムリンとかね。ハムリンはこれは画数8画だから星3つの満点のところをね、あの星2つでしたね。8画というのがね、鉄のように頑固な意志を示す運命数って。でもいいこと書いてる。努力を続けて理念や目標を貫くって書いてるよ。時代の波にうまく乗ることもできるって書いてる。でも関わる相手の名前に共数がある場合は災難に見舞われる恐れもある。ハムタンとかもね考えたんだけど、嗅覚、これは最悪最強の数。せっかく苦労して得た利益も一瞬のアクシデントによって水泡のように消えてしまう悲運をこの数は暗示している。ハムエ星2つでしたね。画数7画。独立独歩の運命数。ピンチの際でも万全を愛してね、割強く努力するため成功する名前。でも星が2つでしたね。ハムヤも画数7画だったな。私の中学校の時のあだ名がロックだったので、ハムにロックをつけてハムロック、ヒムロックみたいやなどうなんかなと思って見たけど、これがダメだったんですよ。12画で無理をして失敗する運命数って書いてるの。ロックだけだったら7画でしたね。星2つですね。7画は一番星が3つの大吉数6画のハムコがいいなと。カタカナでハムコです。でもまあひょっとこハム太郎さんが最終的にね決めてください。私もね、子供の時飼ってました。実家でね、夜中中カタカタ寝れなかった記憶がある。夜走るからね仕方がないんだよね。この出会いと別れの季節1年前かな、4月にね発売したかくれんぼです。